端子を閉めて、バッテリーの端子閉めてやつね。ということで、はい、これは TGR200 で、はい、もう使ってみたでしょ。まあちょっとさ、まだ本格的なこれで運用はしないです。そう、僕もまだ本格的な運用してないし、何十キロとか100キロとかのまだ感度チェックはしてないんだけど、まあ操作は一通りしてみて、どうでした。アタックさんだってもうなんかパッと開封してさ、なんかレピーターとしてのテストしただけで、それがやりたくてね。細かい感想言ってないでしょ。言ってない。うん、どうですか200Dちゃんは。一言で言えばいいですよ。まあいいね。間違いないと。おすすめできると。でもさ、初めて買う最初の機種ではないよね。あ、それは違うね。それではないよね。初めて。いいよ、これ買っても。まあいいけど、ちょっとでも持て余すよね。まあ欲しかったらいいと思う。これ買ってもいいと思う。これ買ってこれじゃなくてもいいっていう意見があるから、感度はまあね、おそらく間違いなくいいと思うし、でもさ、初心者の方が、例えば P24L とかの方がさ、初心者には操作も簡単で、そうですね。けどこれだと細かくレピーターにアクセスしようとした時に、3A ってこうやってファンクションを押してモードを切り替えるけど、24L とかだったらまあボタン1個で中継になるし、221とかの場合は普通にチャンネルが回っていくとレピーターになるんだよね。まあだから最初のうちは、まあ他の機種、まあ DJP221、DJCH271、DJP24L、この辺、あと何かあった、まあその辺でしょうね。まあ UBZ M51、 あれ操作どうなの。いや、あのね、まあアルインコに慣れちゃってるから、あー、そういうことか。もう、ちょっと、操作は、難しいっていうかね、まあ、慣れないっていうのがあるけど、まあその辺のアルインコのロングアンテナモデルでデビューしてくれれば、まあ間違いないと思う、でさらに求めるならこの DJR200 で、もう一番いいのが欲しいと、一番いいのが欲しい、そう考えたらもう今ね、まあ最強200機種いいですね、まあ価格も2万円台では買える。そうですね。最初定価見てびっくりしたけどさ、39,800円。デジカンか。ちょっと買えへんよって思ったけど。同じぐらいで、まあ2万円台で売ってはいるので、まあちょっと頑張れば、DJP24L とかが1万5000円とか、5、6000円。そんなもんですかね。まあプラス1万円するかしないかぐらいの範囲では買えると思うんで。まあね、かっこいいです、ね、かっこいい、見た目がかっこいい、っていうの間違いないし、まあ作りもなんかしっかり感はあるよね、ちょっとなんかちょっとこうずっしりしてるところも俺は好きだけど、まあで電池2本ですからね。そうまあ重さはその221222よりかあると思いますけれども、で音いいと思う、これ。ああ。スピーカーが多分いいそのかな、スピーカーが多分それなりに出力があるんじゃないかなと、その辺は221とかとは違うと、そうですね、乾電池2本というところが、はい、あのその辺が音の大きさも変わってきてると思うんですけど、あとはこれが20デーを超えるかと。そこですね、そこ、20デーとそんなにやっぱりすごいんですか、20デーって。20デーはすごいっしょ。だってやっぱ特徴がすごいっていうのをきっかけを作ったのは間違いなく20で、ああそうかな、まあそれまでも、あのスタンダードのなんだっけ HX なんだっけ、あったよね、スタンダードのレピーターになる、ハンディ機がレピーターになるやつとかあったけど、まあそうやっぱ本当特徴が100キロ200キロ余裕で飛んですごいってなったらきっかけを作ったのは20でだと思う、そうですね、からで、あれってなんかちょっとこの間聞いた話、電池が3本あるっていうのが一つ有利らしい、それで電圧が稼げて、だけどこの辺のって多分昇圧してるんでしょ、まあそうでしょうね、だからその辺でちょっとやっぱ昇圧とかでノイズが出たりするのかな、あと受信方式が変わってるんだよね、カタログ見ると、何から何に変わってるのか、ちょっとテロップだけど、はい、変わってて、それがどう影響してるのかっていうのも気になるし、あとさ、これさ、俺見てて思ったんだけどさ、LCD ディスプレイをさ、オフにできるでしょ、セットモードで。受信中と送信中。これ、
あるある、これをああ通り過ぎちゃった。通り過ぎた時は、え、通り過ぎた時どうするの？このフックボタンで戻れる。お、マジ？俺知らなかった。あ、そうなんだ。そうそう、戻れる。俺通り過ぎたら戻れないと思ってぐる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 回ってた。これ設定の項目がたくさんありますからね。そんなこと書いてあった？フックで戻れるって説明書。書いてあるんじゃない？書いてある。うん。あ、これほら、LCD オンオフっていう設定項目があって、はい、こうオフにすると、うん、送信中と受信中に。ディスプレイが消えるのよ、はいはいはい、でこれって多分液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイからノイズが、はい、液晶ディスプレイから出るノイズ対策でしょ。消えっぱなしじゃない、うん、でこれ特徴もう一個あれば分かんない、信号が受信してる時も消える。今は送信中に消えるでしょ。送信中と受信中が消える。受信中に消える。待機中は出る。出るっていう、これどうなんだろうって、なんかもしかしたらこれによってギリギリの信号でザーってなってるのがクリアに聞こえたりするのっていう、ちょっとこれ面白いなと思ってる、うん、この LCD からって若干ってもう多分わからない範囲ですけど、まあ、ノイズっていうかね、出るでしょ、うん、出てるはずですからね。これちょっとどういう影響があるのか気になる。これは究極の場面でじゃないと。え、でもさ、これさ、アルインコさんがこの機能これに入れたって、これあれですよね、あの運用中のチャンネルを見られないようにする機能じゃない、あの業務なんかでね。違うでしょ、だってこれついてる、うん、普段はついてる、今はこれついてるね。ちょ今持ってくるか。おお、こういう機能があるんですね。はい、消えたっしょ。あ、消えた消えたっしょ。受信中は消えてます。ほら、そうで信号が切れるとまた表示が出ます。これさ、うん、実際ってこんなのさ業務で必要なの？業務では必要ないと思う。これだ、僕らのたちのための、僕たちのためのサービスでしょこれ。あ、そうなんだ。これでだから100キロとか200キロとか300キロってやれんってことだよ。液晶のノイズ消してやるから距離を稼げってことでしょ。そうか、これはちょっとやってみないとね、うん、これちょっとね、どういう影響があるのか楽しみ。だからもしかしたらあのノイズマリチリでずーって聞こえてくるぐらいのやつがちょっとクリアになるかもしれない。もうただ今あって言ってさ、俺さスケルチ解放したらさ俺もそれ思ったんだって。これスケルチ解放した時消えるんかなって言ったら、スケルチ解放したときはついてる、うん、ちょっとアルインコさん そこの消した方がいいと思うんですよ。ついてるっていうことはもうめちゃくちゃ弱い信号のときは、うん、ちょっとあのついたままっていうこれマイナーアップデートする際はですね、あのモニターボタンを押したときもこの LCD オフにしていただけると、もう究極の究極だよ、それ、ね、よろしいかと思いますんで、うん、あのアルインコさんお願いします。はい、そうですね、うん、でもこの機能はでもこの機能自体はおおって思ったからさ、これはちょっと楽しみです、うん、楽しみです。なんでまああの基本的なところはもう全然ねもう文句ない、うん、あのなんかちょっとあのあれが取れちゃうところ以外は、これね、あれが取れちゃうところ以外はこれこれさこれおーよかった、落とさないですね。やめてよ、これコロコロコロってその溝とかにさ、これね、これそのこれ取ってさあ今、うん、あの投げたりしないでよ投げたりしないでよ絶対それこれポケット入れたらもうダメだよね。そうダメ、まあ、この蓋が取れちゃうところ以外はいい、まあ、今ここであの DC ジャックっていうかこの外部電源を使うシーンはないから、まあ、でも勝手に取れちゃう心配がちょっとか結構硬い、大丈夫かな、うん、はい、まあ、そこ以外は本当ねいいから、あとはもうこの今後ねみんなでいっぱい DX、うん、ね、遠距離の更新やって、ちょっとこいつで新しい歴史を築いていかなきゃ、ね、いけないかなと思いますよ、はい、だから今、ね、DJR20D と DJP23L の組み合わせで405キロって記録があるわけだから、うん、200D で超えなきゃ頑張ってください
いや、あのね、結構きついよ。うん、きつい。特徴で、きつい、ね。300キロと、でも300キロになるとさ、うん、AM みたいにズワーって聞こえてる中に、なんかかすかに声が聞こえてる状況から始まるから、200キロぐらいはいけるね。200キロまではクリアにいけるけど、300キロ前後になってくると、うん、結構ね、ほんとね、うん、AM みたいなノイズ混じりの状態になってくるんで、まあ、お互いの条件もあるし、まあ、無線機何を使うかっていうのもかなり影響ありますからね。この 200BL がどれだけそれを果たしてくれるか、今後楽しみです。まあ、またアタックチャンネルでもモモチャンネルでもまた運用テスト ね、はい、そうですね、今後やっていこうと思いますんで、はいはい、期待しててください。はい、終わりということで、はい、以上、長岡 HR420 モモスケと EAC129 アタックでした。これはあんまり買わない方がいい。これまだ持ってんのこれ。いや、これテスト用。そうだね、バイバイ。もうこれとこれとこれ比較したらね、もう多分これ買う理由がなくなる。アイコムさんも多分今年はやってくれると期待。そうね、業務ユースっていうか、完全にやっぱり僕らのことを見てないですからね。うん、あ、そう、分かるんだよ。アイコムさんがこの仕様を作ってる理由は分かるんだよ。分かる。もうその室内とか工場とかでノイズが入ったり更新したりするのが嫌だから。感度いい必要ないもん、ね。そうそうそう。うん、まあ、その辺も期待しますね。はい、アイコムさんにも期待しましょう。お願いします。お願いします。じゃあ今度こそバイ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 。モモチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクから Twitter の方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。